ようこそ。やってみっか。まさかお前と共に戦う日が来るとは思わなかったな。かかる。いや、悪さしねえってんなら一緒に戦うな。ほら、カカラットじゃなくて地球で育った孫悟空だけんだな。おめえ、一体どんなトレーニングしたんだ。おめえ、なかなかやるな。今のは聞いたぞ。やるな、おめえ。援護して勝てる相手じゃなさそうだな。貴様、許さぬ。許さんぞ。めったな。ここまで強えなんて思ってなかったぞ。なんだろう、まさか俺たちに挑むか。いいぜ、相手になってやる。ちょうど退屈してたところだからね。少しは楽しませてくれるんだろう。ずいぶんはしゃいでくれるじゃないか。でもそろそろこっちの番だよ。かなりできるようだな。だが
調子に乗るなよ。冗談じゃないよ、こんなの。そう簡単に行くと思うなよ。ふざけやがって。冗談じゃないよ。よし、やるか。思いっきりいっちゃうもんね。よし、5点いくぞ。あーでも成果を見せるんだ。まだ終わってねえ。受けて立つ。私の六千度の炎を味わわせてやろう。ならこの後は私の力で凍らせてあげます。まだ終わってねえ。この私を相手によくやっている。どうしました？私はまだピンピンしていますよ。満足だ。全力で戦ったのだからな。どうしたというのです。私が全てにおいて勝っているはず。この私が なぜ。真の恐怖を味わうのはこれから。今度は私たちがお相手します。絶望の時間の始まりだ。なんだと。地獄での日々を晴らさせてもらいますよ。こりゃ全体で戦わないとやべえかもな。行くぞ。雑魚にしてはよくやったと褒めてやろう。終わりだ。おお、少しはできるようだな。終わりだ。なるほど、やりますね。まだ終わってねえ。侮りついたようだ。この俺に勝つなどありえんのだ。どう思うな。
削った。